ピチャは8歳の女の子。アフリカにある小さな村で家族で仲良く暮らしていました。朗読イベントには52人の親子が集まりました。絵本のタイトルは少女兵士ピチャ。アフリカ東部のウガンダで起こった内戦で子ども兵士として戦場に送られた実在する女性の話です。そこのお前、俺たちと一緒に来るんだ。今日からお前は立派な子ども兵士だ。絵本の作者はウガンダに渡り現地を取材した TBS の加古里子記者です。およそ4万人のピチャさんのような子どもたちが連れ去られて兵士にさせられたという。加古さんはウガンダで撮影した映像を交えながら子ども兵士の実態を伝えました。職業訓練を受けたピチャさんは現在アフリカの布でぬいぐるみを作る仕事をしています。ワークショップではそのはぎれを使ったうちわ作りを通してピチャさんの生活に思いを馳せました。戦争をしてほしくないしやめてほしいなって思います。戦争の怖さをみんなに伝えていきたいと思いました。戦争っていうのがこう起こされる原因ですとか平和のありがたみとかですね、感じてほしい。でそれを周りに共有することが大切だなと思いますし、絵本を通じてそういうメッセージが伝わればいいなと思います。この絵本は長崎市内の公立小学校と図書館に寄贈されています。